はい時間になりましたので会見を始めたいと思いますで。今年もですね、福岡ソフトバンクホークスとサガン鳥栖はですね。 子どもたちに広くスポーツに親しんでもらうための取り組みスポーツキッズプロジェクトを実施しておりますえさっきの4月2日には、えー、ベストアメニティスタジアムにて試合前のピッチで野球教室とサッカー教室などを実施しましたえ来る8月13日サガントツ対川崎フロンターレでは そこにありますユニホームをホークスとのコラボユニホームを来場者全員に配布いたしますさらにサガントスさんも今年のホークスの鷹の祭典のカラーチャンピオンブルー2016を基調としたユニホームを作りそれを着て戦うことになりますそれではですねまずはサガントス林選手の方から意気込みを一言お願いいたしますおはようございます、えー 今回、えー、始球式を投げさせていただく中で、えー、昨年、一昨年とと、えー、選手たちが投げているんですけど1回目の時は豊田選手がワン,バウンド、えー、ワンバウンドで投球したのを覚えていまして去年は僕も生で、えー、藤田選手が結構速球を投げたのを記憶しています。 えー、3度目なので、素晴らしいボールを投げれるように、えー、いい準備ができればいいなと思いますし、えー、サガン鳥栖の、えー、代表として、えー、このヤフードームでいい活躍ができればいいなと思っていますはいはいえー、コラボレーションの取り組みに関して、長谷川選手会長からもう一言お願いします。はい、えー そうですね本当に、えー、僕たちの鷹、えー、野祭典のユニフォームとほぼ同じユニフォームで戦う、えー、僕たちの方が、えー、先に試合を行うので鷹野祭典の、えー、勢いをサガントスさんに与えてサガントスにも、えー、このユニフォームを着て、えー、ぜひ勝っていただきたいと。 思っていますはいではここから会計は代表質問の形で進めてまいりますよろしくお願いいたしますはいそれでは代表質問させていただきますテレキュー九州放送の会でいますよろしくお願いします、えー、まず、えー、このようなコラボレーション企画が行われて今日は、えー、先ほどハイス選手がおっしゃったように支給式配イ者がやりますけども支給、えー、式に 向けての、えー、意気込みを今お聞きしましたけれども、長谷川選手から始球式に対するアドバイスはありますでしょうかアドバイスですか、えーっと、まあ、普段使うよりボールよりちっちゃいと思うんで、あの <laughs> ちょっとこう、握った感じが、ちょっと物足りないと思うんですけど、まあ、普段通り。 多分ちょっと横から普通、ちょっと投げると思うので、まあ、それぐらいこうサイドスローでもいいと思うのでまあ普段通りやっていただきたいなと思いますそれを受けて林選手、えー、普段よくボールを投げているとは思いますけどもいかかがですかそうですすそうねあの去年、藤田選手が投げ終わった後に全力で投げれなかったとっいうコメントを残していたので、まあ、全力投球ができればいいなと思いますし まあ本当にホークスさんの勢いそのままにあのそういうのを勢いにあやかってえ胸を預けれたらなと思います。ありがとうございます。で今日はえそのコラボデーのホークスの主催事前になりますけどもえ連勝中で勢いがいいと思います。長谷川選手会長いかがでしょうか。そうですね。本当にえ今チーム状態はいいと思いますし。 えまた今日の相手はロッテということで2位のチームなのでここでしっかりと差を広げていけるようにぜひとも勝ちたいと思います林選手とお伺いしていますけども、えー、このような状況で、えー、今、野球を見るという形になりますけどども野球の方は造形の方方はは造形うなんですか僕自体はそんなにやったことはないんですけど、えー、やっぱり球技ですので。 やっぱいつもスポーツニュースだったりとかスポーツの記事を見てまあ確認はしてますしえ今、先ほどえ話していた時にこのまま行くと100勝ペースっていうことも聞かれたのでいや野球って勝ち負けが結構あるスポーツだというふうに認識している中でこの1ヶ月はなんか2敗しかしてないということも聞いて。 サッカーではもっと、あのー、練習してもいい流れっていうのはあると思うんですけどやっぱ野球以上に勝敗のところではなかなか結果を出せてないので、まあ、今、この先ほども言いましたようにホークスさんの流れっていうのにあやかるというかこのタイミングであやかれるように、えー、しっかり準備していきたいなと。 しっかりチームの人に伝えていきたいなと思いますでこの、えー、スポーツコラボの、えー、趣旨として、えー、あるんですけれども、えー、今回、あの熊本、大分でちょっと地震がありまして、ちょうど今、九州が一つになろうというところでの、えーまああのー、きっかけにもなると思うんですけれども、そちらについて、あのお二人のおご意見をお聞かせいただければと思います。はい、えー、そうですね えまあ種目は違えどやっぱりえ勇気や喜び、感動を与えられると思うのでえ本当にスポーツの力で熊本や大分の方に力を与えられるようなプレーをえーお互いしていきたいなと思っています。 そうですね、えー、僕はあの九州出身ではないんですけど多くの、えー、友達や仲間というのが九州にいて、えー、そういう人から被災を受けた方から、えー、スポーツで力をもらっているという声を聞きますので僕らがやれることということをしっかり、えー、自覚しながら全力で臨めればいいなと思いますし、えー、長谷選手の方から言われましたけど やっぱり勇気を与えられるようなそういうプレーっていうのはできればいいなと思ってます、はい、ありがとうございます最後になりますけれどもこのスポーツコラボイベントについてのまた心境というかあの意気込みをいただければと思いますはい、えー、今年で三年目ですか三年目ですね、えー、なりますので、えー、そうですねもっとこうサガントスさんと 強力なタッグを組んで福岡、佐賀をしっかりと盛り上げていけるようなものにしたいなと思ってますえそうですね、あのー、もう本当にこの企画っていうのはやっぱりスポーツの種類が違えど本当に九州を盛り上げるための大きな企画だと思ってますし。 えーえー、この企画に参加できることをすごい誇りに思い、えー、盛り上げることに、えー、賛同できればいいなと思ってます、えーまあ、なかなか結果が出ないうちのチームがやっぱり今上昇軍団の、えー、ホークスさんに、えー、どれだけ近づ,いき近づいていけるかっていうのがやっぱり今後の肝になると思いますし そうなればいいなと思ってますはい。ありがとうございます代表からは以上になります他個別にご質問ありますかはい、いやなければ記念撮影に移りたいと思います両選手ステージの前の方にお立ちください真ん中何でいいですか,いやですかキャラクターの人も行ってしまってここで前です 会見の方は終了とさせていただきます。本日はありがとうございました。